Tピストンズプラス毛虫の時の曲で天まで届くってあるんですよ。はい、Back to the fall のスナッツパパラパーズです。息がぴったりになってきたということで、息ぴったしのパパラパラパーズですっていう時は合わない。はい、そんなわけでですね、はい、今日ね、ちょっともう怖いことに気づいちゃったんですよね。そうっすよね。まあ、世の中の皆さんは都市伝説大好きだと思うんですよ。あー、確かに確かに好きでしょ。都市伝説大好きですよ。あの漫画がここを予想していた、ありますね。ジョジョもね、911予想してたとかありますからね。さっきらもね、オリンピック中止とかね、いろいろ予想されてますけど、はい、でさっきちょっと話してゾッとしましたよね。いや、もうね、鳥肌立ちました。ちょっと今回何の都市伝説かというと、うん、ビートスクルーに関する都市伝説なんですよね、これが。ほんとね、もうどうでもいいっていう声が聞こえるよ、画面越しから。いやー、もうどうでもしょうもなっていう声聞こえるけど、僕らにとってはね、全然しょうもなくない話なんですよ。一大事だったことですしね、はい、今回でね、どういう都市伝説だったかっていう話をちょっと説明させていただきますけども、はいはい、我々ビート作る今年に入って、うん、アルバムをリリースしたんですよ。はいはいはい、デコボコっていう、はい、まあ、生と死をイメージした、その生まれてから死ぬまでのストーリーというのをテーマにしたデコボコっていうアルバムを出したんですね。実際だからビート作るで言えばこれが最後のアルバムになっちゃったんですよね。そうで、一番最後の曲が本当はテスタメントっていう、もう法律用語で遺書っていうタイトルの歌だったんですけども、ちょっと訳あって1曲足してデコボコっていう曲を作ったんですよ。で、そのデコボコの曲をちょっとまあ一旦聴いてもらいましょうか。そうですね、ちょっとこんな感じです。デコボコ険しくてもはい、聞いてもらったら分かると思うんですけども、ね、うん、死んで、うん、生まれ変わったらまたラッパーだったっていうサビが2回しぐらいあるんですね。そのパッパッパラッパパパラパラパッパッパラッパ、俺たちはやっぱ生まれ変わりもラッパー、 Yo I'm loving っていうのがあるんやけど、あの僕らね、解明したじゃない、ね、意図せず、そう言うたらもう生まれ変わるっていう手で、まあ、うん、ね、名前変えましょうって言って、ね、で、まあ、偶然ふーちゃんが、そうそうそう、パッパラッパーズよくないですかってこの動画内に、はい、その投票という形で皆さんに選んでもらって決まったんですからね。で、僕らの名前パッパラッパーズ、ラッパーズになった、生まれ変わりもラッパーでパラッパーズでみたいな予知してたんですかね。まあまあ、でももうここまで言えばもう皆さん多分わかると思うんですけど、はい、まあ、要はフリーメイソンです。もうパンドラの箱も開きっぱなしでございます。情熱が、いや、これだからね、自分たちの未来をもう12月ぐらいの僕らがあたかも予知してたかのようなね。いや、気持ち悪いと思って。いやー、すごい、マジですごいっす。気持ち悪いでしょ。すごいこと気づいちゃったね、ほんと。で、こう都市伝説つながりでもう一個だけ話して、はい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 、Tピストンズプラスケムシの時の曲で、うん、天まで届けってあったんですよ、はいはい、トンニーノのパートの歌詞、はい、最初がダークなパワーを押し寄せっていう歌詞だったんですよ、うん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 、はい、で、それ実は 3.11 のはい、東日本大震災が起きる前、もうだいぶ前、12月ぐらいに作ってる曲なんですよ、ね、はい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 、で、リリースまでにだいたい半年ぐらい時間が空いたりするんで、あれですよね。で、そのリリースが、まあ、6月とか5月ぐらいになるんですね、だいたい。で、その間に東日本大震災が起きて、はい、そのダークなパワー押し寄せっていう歌詞は実は、東日本大震災が起きた後に書き直した歌詞なんですよ、実は。そうなんですね。はい。はい。
実はあそこもともとダークな波だったんですよ。へえ、だからちょっとこう不謹慎になっちゃうというか、まあ僕らは別にそこを意識して書いてるわけじゃないですか、ね、うん、まあ、そうじゃないですけどね、そういう意味じゃないですからね。でちょっともう急遽もみんな集まって、はい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 、ちょっと歌詞を考え直そうと、うん、まあそんなね大幅な会話してないですけど、それでもちょっとまあ波はさすがに今はもうちょっとダメだろうということで、その波をパワーに変えてっていう話がありました。だからそこがあっての今回の僕らの歌詞が自分たちをこう予測してたんじゃないかってなるのがちょっとね残っている、怖いね。本当もパッパラッパーズに生まれ変わって、はい、ね、これからちゃんとします、うん、ではあのアルバムの通りにさ、うん、こう物事未来が決まってるんだったら僕ら交差点で死ぬことになるそうですね、デコボコニュースっていう、ね、そうスキットでありますからね、気をつけないといけないです、ね、もう交差点はもう右見て左見てもう一回右見て そこだけは本当気をつけましょう、手を挙げて渡していきたいなと思っておりますので、はい、ます、はい、そんな都市伝説でございました。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、はい、そんなわけで、うん、まあちょっとね都市伝説的な話もしたところで、そうですね、珍しくなんかインフォメーションがあると。そうなんです、ワッサーフーザグルーブスのフーです。ですね、僕フーザグルーブスっていう、インタビュー番組をやっておりまして、はい、YouTube の別のチャンネルで、グルーブっていうチャンネル、シャープグルーブっていうね、シャープグルーブでですね調べて、これですね、そうこれなんですよ、シャープグルーブね、はい、ちょいちょいじゃない、しょっちゅう来てると思うんですけど、はい、はい、そのグルーブっていうチームが、まあ、映像撮影してたり、うん、服作ったりとか、うん、いろいろこうやってるチームがあるんですけど、はい、まあ何をしてるチームかっていうのをそもそもまず説明すると、うん、福岡を中心に、うん、こうストリートシーン、ラッパーだとか、はい、ダンサーだとかグラフィティだとか、まあ、絵だとか絵を描く人とか、うん、まあ、DJ とか、まあ、そういうストリートな、うん、文化の、ヒップホップな文化をですね、うん、こう福岡で今頑張ってる人たちをこうよいしょっとこう一緒にこう頑張ろうみたいな、盛り上げてこうみたいなまあヒップホップっぽくなフックアップみたいなね、そんなかっこいい言い方だったんだ全然俺ヒップホップじゃねえなまあそんなねそんな、グルーブっていうチームがありまして、まあ、そのチームと僕が、タッグを組んでといいますか、僕が司会進行みたいな感じで MC を、うん、メイン MC やってる、うん、番組があるんですけど、まあ、そのフーザグルーブスで紹介した人たちを中心に、うん、こう今オファーをかけてまして、とあるイベントを主催しようと思ってます。僕人生初の人生初の主催イベントを今考えておりまして、一応もう日にちも決まってて5月の30日の土曜日、親子のトランスフォームって、親子通りっていうですね、うん、福岡の、悪い道が悪い道じゃない悪い道じゃないですけど、まあそう繁華街がそうありまして、そこにあるとある、トランスフォームというクラブでお借りして、うんうん、イベントを主催したいと思っておりますという、はい、いや初イベント、初イベント、うん、だってケムシさんなんかはもうね若い頃バリバリ主催イベントやってましたからね。あれもやってるようでね、うん、俺いただけだから基本、あ、名前だけ貸したみたいな、そうそうそうなるほど、なんだろう、あの俺の性格知っとうと思うけど、うん、フライヤー配りに行くとかさ、うん、チケット渡しに行くとか、うん、絶対せんやん、いやですよね絶対せんですよね、なんかおかしいと思ってたんですよ、え、あのケムシさんが若い頃はでもめちゃくちゃやってたから、今日なんかだからいろいろ相談しようかなとか思ってたんですけど、イベントを主催するにあたってどういうことあれこれあれこれし質問しようと思ってたけど、そういうあれでもないですね、はい、なるほど、クラブイベントっていうことに関して言うと、はい、知識はほぼないと思っていただいて頼りねえだそのワンマンやるとかなったら、あ、まあ そうですね、そういうのは別にやってきたけど、はい、まあでも似たようなもんですけどね、まあで結局そのまだイベント名みたいなのが決まってなくて、おなぁと思って、イベント名なぁと思ってですね、ちょっと考え、またアンケート取るんですか、いやいや、もうアンケートはさすがにちょっともうさっさとねフライヤーとかも作って、うん、僕はフライヤーを配りに行ったりしたいんで、まあまあイベントがあるということで、はい、そうなんです、とりあえずは、はい、うん、5月の5月の30日5月30日、はい、
ゴミオの日ひどい言いようですね。わしは親子のトランスフォーム。まあ、もしこの動画をですね、投稿した時点で名前決まってたら、まあ、テロップに出してくれると、ね、注意書きで出します。はい、でまあ他にもですね、まあ、詳細は追って報告させていただきますので、はい、パッパラッパーズは出るんですか？パッパラッパーズも出ます。そう、最近ね、なんかもうライブ全然やってないじゃないですか。やってないというか、まあ、できない状況なんですけど、ね、この状況で仕方ないんですけど。そうですね。はい、まあ、あっても俺多分断ってるもんね。そうですよね。いや、いい。特に気さそうですよね。俺はいい。だから、本当、ね、逆にワンマンとか俺決めてなくてよかったなと。ねえ、この、だから、する以前にやっててよかったですね。うん、まあ、早くね、みんな楽しくイベントできるようにはなりたいですけどね。なりたいですね、本当。ということで、まあ、グルーヴ主催というか、まあ、グルーヴ内のニブちゃん、そう、クーちゃん主催のグルーヴサポートみたいな感じで、進めていっておりますので、ブロッコリーパーティーと。まあまあ、それはまあ、多分ブロッコリーパーティー。そう。ね、多分だったらもうこれ説明したからいけない。どうしてブロッコリーパーティーかっていう。いや、いいよ、説明は。まあ、ブロッコリーパーティーですよね。パーティーと。はい。5月30日土曜日、皆さん。はい。遊びに来てください。遊びに来てください。遊び来てくれるかな。どうなんだろう。いや、結構来てくれると思います。うん。僕、初主催なんで、みんな応援してください。あったかい目で。ね、うん、ね、ほんともね、もう。いや、でもね、ほんとこういう、なんていうんですかね、はい、全く効果のなさそうな、うん、まあ、この、キムチャンネル7内の動画ってそんなに再生回数伸びない。はい。そんなに効果なさそうって思うでしょ？まあまあまあ、そうは言ったらいかんけど。うん。でもね、0が1になることはある。そうですよね。うん、これを出さなかったら0かもしれないからね、集客が。それはないだろうけど。ないでしょうけど。でも、プラス1増えたりとか、うん、その1を大事にできるかできないかっていうのは、ね、そうですね。大事だと思うんで。はい。そんなわけでね。はい。まあ、初、ふーちゃん主催のイベントがありますというお話です。ございました。ございました。パッパラッパーズも出ますので、今後、詳細は、僕とか、うん、まあ、出るね、僕はもう確定してるんであれば僕もちゃんと、ね、はい、ちょっと告知させていただきますので、はい、温かい応援よろしくお願いします。お願いしますです。はい。はい。東京からね、わざわざ、来ることになりますけど。そうか。あ、ってことはそうだ。東京にいるんだ。そう、僕はもう東京に、この動画が出てる頃にはもう東京いますから。早い。で、僕はちょっとまだね、お金が貯まってないので、お金を貯めて、ね、行きたいなって思ってます。はい、下手したら、そのね、イベントで、バカ儲けしたらもうね。バカ儲けしたらね、それでピュッと、ピューンと行っちゃいますので。はい。はい、そんな感じでございます。はい。今後とも、グルーヴ、そして、パッパラッパーズ、あと、フザグルーヴス。フザグルーヴス。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、以上、パッパラッパーズでした。でした。はい。